さあここからは知って得する情報をお届けする四字得プレゼンターのコーナーです。さあ突然ですが皆さん、大きな地震が来たらお家の耐震大丈夫でしょうか。永井さんは戸建てにお住まいということですけれども、耐震把握してますか。いやー、割と新しいので大丈夫だとは思ってるんですけれども、うん、それ以上に最近やはり甚大な被害が出ているので、ね、心配ですよ ね、 なんか多分大丈夫という人は多いと思うんですけれども、うん、耐震に不安がある方も多いと思います。実は宮崎県は自宅の耐震性をチェックして補強工事などを行う場合、補助金も出るという支援制度があるんです。ということで今日はゲストとして宮崎県県土整備部の杉富大輔さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。詳しいお話をお聞きしたいと思います、はい、じゃあまずはなぜこのような支援制度があるんでしょうか。はい、まずですね、宮崎県では南海トラフ巨大地震が想定されておりまして、はい、被害としまして、沿岸部を中心にですね13市町で最大震度7、はい、その他の7市町村でも最大震度6強、その他の地域でも最大震度6弱が想定されています。例えばですね、1月に起きました能登半島地震ですが、死者238名のうち警察が取り扱った222名の、はい、死因を調査したところ、4割が圧死、2割が呼吸不全となっておりまして、はい、つまり多くの人が地震時の建物の倒壊が原因で亡くなっています。この制度はこの被害を少しでも軽減したい狙いがあります。はい、ではその補強工事を行う時の支援制度の内容を詳しく教えてください。はい、まずステップ1なんですけども、耐震診断です。はい、最大で13万6000円の補助が出ます。まあ、例えば100平米の戸建て住宅でだいたい費用がですね13万ぐらいかかるのが目安となっています。なのでですね、ほとんどの住宅はこの補助金のみで診断が可能というふうになっております。これは安心ですよね。でステップ2、はい、総合支援制度としまして、耐震改修の設計と改修工事を支援いたします。こちらは工事費の 80%、 最大で100万円の補助金を出しております。またですね、改修工事をするのではなくて建て替え等をしたい場合も安全住宅住み替え支援制度というのがありまして、はい、住み替えをする場合の解体費の一部を支援いたします。こちらはお住まいの市町村によって対応できないところもございますので、直接自治体の方にお問い合わせください。はい、さあこの耐震診断は誰でも申し込むことができるんですか。はい、対象となるのは昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅になっています。はい、対象の住宅に住まわれている、所有者であったり、居住者であれば申請が可能になりますので、お住まいの市町村の窓口の方にお問い合わせください。築年数が古い木造住宅にお住まいの方はぜひこの耐震診断受けてほしいと思います。何かお二人質問ございますか。つまりなぜ昭和56年以前の木造住宅なんでしょう。そうですね、住宅などの耐震基準は都度都度改正されているのですが、大きな改正として1978年に宮城県沖地震の大きな被害を受けまして、1981年昭和56年に 新耐震基準に変わっています。つまりそれ以前の基準で建てられた住宅をに重点を置いて優先的に改修補強を進めたいという狙いがあります。築年数が古い木造住宅にお住まいの方はぜひ申請をしていただきたいと思います。はい、そうですよね。はい、耐震診断、その具体的にこうどういう作業を行って時間がどれぐらいかかるのかって知りたいんですけど、耐震診断ですが、実際にご自宅に伺って作業をするのは半日ほどかかると思っていただければと思います。作業内容としましては、屋根裏であったり床下、部屋の 内部を見てです、目視の方で点検いたします。その後その点検の結果をもとに図面を起こしてですね、強度計算を行って、結果が出るまで、大体3週間ぐらいが目安とお考えください。
建てた当時の図面などがあればよりスムーズにいきますのでご準備いただけると助かります。永井さんも何か、はい、この他にもこう自分たち一人一人ができることって何かないんですか？そうですね、建物の耐震化と同時にです、日頃から防災の意識を持っていただくことが非常に重要です。せっかく補強工事を行っても、建物の倒壊が防げてもその中にある家具等が倒れて怪我などをすると元も子もありません。例えば、このような補強器具を使って、家具などを固定するのが重要になってきます。はい、まあ、こういう突っ張り棒の他にもですね、こういったスポンジが太いスポンジが挟まっているものがありまして、これを両面テープがついているので家具と、まあ、壁としまして壁のところにこうピタッとくっつけることで建物、家具が倒れるのを防ぐというものもあるんですね。私もそれ自宅で使ってます。お客さんが来るリビングなんかは目立たないんでいいんですよね。本当ですね、こういうものを使っていきたいですね、うまくね。はい、杉富さん最後になってしまうんですが、皆さんにメッセージお願いします。はい、地震を防ぐことはできないのですが被害を防ぐことは人間の努力である程度可能なものになります。はい、皆様にも日頃から防災の意識を持っていただき耐震診断気になる方はぜひホームページをご覧いただいてお申し込みください。はい、また現在宮崎県建築住宅センターで専用の相談窓口の方を開設しておりますので、こちらの方にもぜひご相談をお願いいたします。はい、不安があるという方はぜひ一度相談してみてほしいと思います。今日は県土整備部の杉富さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。ここまで4時得プレゼンターでした。